私知ってるこの流れ。来たよ来たよ。セクシーラジオ。来た？あ、うん、来た来た。本当だ。うん。このベストセクシーラジオ、エッチなラジオショーのエッチなラジオショーは、ドキドキドキ。本当ですか？ドスケベッチッチショー。ドスケベッチッチショーだ。真面目に読むの結構苦労してるんですよ、私のところね。はい。それでは、5番組となります。こちらです。はい。さまざまな、はあ、男性のもあり、女性のもあり。だね。番組をドキドキする。ベストセクシーラジオ、エッチなラジオショーは、インターネットラジオショー、株式会社、サラヒラ。やったー皆さん取りました。あーこれ、やったーパーソナリティのあゆみさらさん、望月ひまりさんは、スケジュールの都合によりお越しスケジュールの都合、ここで見ている私たち。見てまーす見てまーす。あ、いいねいいねいいね。ああちょっとコメントオフにしようかな。あ、みんなスパチャありがとう。お願いします。なにこれ。あれクソクソ聞こえる。ね、聞こえるね、なんかね。望月ひまりです。緊張しちゃってよくわからないんですけど、長谷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっとね、いけないことしてる気分でね。でもちょっと興奮する。やだ。緊張してるんですけど、これからも頑張っていきたいと思うので、今度は生とかもしてみたい。そうだね。これからもたくさんしゃべっていきたいなって間違えちゃったなってなんか思ってます。終わった。終わった。これは清楚なコメント。ああ、清楚だったね。ああ、ドキドキした。あゆみさらさん、望月ひまりさんからのビデオメッセージでございました。はい、トロフィーに関しては後ほど。ああ、楽しみ。ああ、楽しみ来るですね。ね。はい。ということでございます。やっともらえるって。会社さらひまりはインターネットラジオステーション温泉にて各週木曜配信中でございます。ベストセクシーラジオ、エッチなラジオショーは、あーい、やったなんか、脇汗がすごい。そう、脇汗かいちゃった？脇汗かいちゃった、ちょっと舐めて。ペロペロ。どう、受賞者の味は？あー、美味しい。すごく甘美な味がするよ。甘美な味するでしょ。会場で売ろうかな。あー、皆さんお祝いスパチャたくさんありがとうございます。あ、こっちでもノミネートされてる。